していきましょう。皆さん道徳です。そういう政治家があってもいいのではないでしょうか。正義であり道徳であり義理人情であり思いやりでありいたわりである人の影、人の人情のわからない人ではダメです。どうかこの親から教えられた義理人情、道徳、正義感、法律を守れるような政治活動をする前田博文をどうか地元の皆さんご支持ご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。お騒がせして大変申し訳ございません。本日は誠に申し訳ございません。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。